この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お酒を飲んでの運転はあなただけではなく、あなたの家族、他人までも不幸に陥れます。もうこんな思いは誰にもしてほしくない。飲酒運転は絶対にダメ。八重の里ドライビングスクール。九州行くならフェリーサンフラワー。例えば鹿児島ついて宮崎、熊本、大分、九州ぐるっとツーリング、フェリーサンフラワーのバイク周遊プラン。大分県別府市に上陸した佐々木と福山、別府のソウルフードを堪能し、温泉でゆっくり、さらにツーリングも満喫した2人。今週はいよいよ旅の最終目的、5月に発生した熊本地震で遠のいた観光客ライダーを呼び戻す、そんな復興応援ライダーミーティングの様子をお届けします。復興応援ライダーをキーワードに掲げ、ライダーから素晴らしい九州を発信することをテーマに開催された番組初九州でのミーティングイベント。しかしこの日は台風直撃という、あいにくのコンディションにもかかわらず、さすがは強者揃い、イベント開始にはたくさんのライダーが駆けつけてくれた。大分県の方はもちろん九州全土、さらには関西や関東からも来場者が続き、車両およそ600台、トータルおよそ1000人のライダーが別府に集まった。さあ皆さん、ようこそ。会場には特設ステージが設置され、さまざまな催しを開催。イベントのスタートは別府市副市長がカンナムスパイダーでド派手に登場。別府の現状と熱い思いを語っていただき、復興応援ライダーミーティングがスタート。綾瀬、佐崎、ともちんが悪天候を吹き飛ばす熱いライブで会場を盛り上げます。一緒に皆さん別府大分盛り上げていきましょう。さらに今回はチャリティーオークションを開催。九州熊本地震復興へ皆さんにご協力いただきました。そんなステージの反対側、駐輪場には丸山、木下の姿が。さあ今日はですね、復興応援ライダーミーティングということで、はい、別府に来て、はい、別府来ちゃいました。ここでですね、大きなイベントをやってるんですが、はい、なんとなく雨ですですねでもね、バイクはね、ちょっと集まってきてくれてたんですよ。よかったです。そこをですね、はい、ちょっと見て、今日はですね、お昼過ぎにですね、駐輪場で選びまショー、それをやってるんで、はい、これからキノビーとちょっとね、気になるバイクを選んでライカンウィンドショーっていうのをね、はい、取って貼り付けちゃおうかなと思ってます。丸山さんの独断と偏見ですよね。独断と偏見です。はい。雨にもかかわらず会場に集まったライダーの愛車、この中から独自のテーマに合ったお気に入りの1台を選ぶ駐輪場で選びましょうを開催。今回は丸山の独断と偏見で個性的なオートバイを選ぶため、早速駐輪場を物色します。今回のね、選びましょうの私が選ぶテーマはツーリング。おお、でっかいバッグつけてるじゃないですか。はい、そうだ、すごい。私もツーリング大好きですからね。これすごいよ。これね、荷物ですね。これ何日分の荷物だと思う、これ。すごいよ。まあテレレもともとツーリング向いてるけど、この荷物は久しぶりに見たよ。すごい、トランクみたいな。ね、防水トランクでしょ。はい、ハードケースでしょ。はい、ソフトケースでしょ。さらにその上に山積み。これはこんなに付いたら重く。重いです。ですよね。はい。どこからしてるの。山口です。おお、山口。山口か。多分これ九州一周するよ、絶対に。ですよね。もしあったら聞いてみよう。うん、今日はね、プラスね、そのツーリングの風景プラス、はい、雨のツーリング大変なんでね、はい、こういうハードケース、うん、これだって純正っていうか、これなんか普通に売ってるハードケースだけど、そうですよね。このハードケースをつけるのが実はね、雨のツーリングに。いたいたよ、いたいた。ほら、こういうの。なるほど。これ別にバイク用品じゃないからね。バイク用品じゃないんだけど、開け閉めが楽で、水に絶対濡れないみたいな感じで、ハードケースがいいんですよ。
これだんだんこれがでかくなってくるんですよ。あの入れると便利なんでね、もっとでかいのつけちゃおうって思っていくんだけどね。ちょっと広め、あ、来た、あ、出た、すっごいこれあの、ね、すごい、これあのお野菜とか入ってるやつじゃないですか。そうそうそう、防水用にこうね、ハードケースがいいって今言ったけど、はい、あの防水にも何もならないハードケース、はい、カゴですよね。あれもしかしたらオーナー来た、オーナー登場だ。あのねちょっとなぜはい、ずいぶん重ねてますけど、うん、まるっきり防水対策がないのを全てビニールエコですね、エコ、はい、ビニールはいいんですけど、ええ、取り出したりするのめんどくさくないですかこれ。大したもん入ってないんです。大したもん入ってない。ちなみにフロントの加工に何が入ってるんですか。夢が入ってます。夢、いや入ってるじゃないですか。大きなものが入ってるじゃないですか。やばい人捕まえちゃう。ちっちゃな夢ですね。ちっちゃな夢。これはい、これね、これ CBR って書いてあるけどで書いてますけどなんか偽物っぽい CBR だな。ですよね。まずこんなカラーリングはない、はい、どう考えても手塗りですよ。でね、ここに CBR っていうロゴが入ったんです。書いてますけど、これね、これホンダの文字にこんな CBR ないからこれ貼り付けたやつでしょで、なぜか片側についてんだけどこっち側には付いてないというですね、手作り感満載でね、だいたいスクリーンも黒く塗っちゃってるでしょこれ。そうです、塗ってますね。なんかいいな、こういうのな、手作り感ありますね、はいはい、ありがとうございます。会場には個性豊かなライダーの姿も。ですよね。そこのオフロード。オフロード、あ、いっぱい。ここ。仲間ですかね。皆さん。こんにちは。どっから来ましたって。大分から。大分です。お。なんかすでにドローン走った感がある。うん。いっぱい。どっか道なき道をどっか行きました。その辺です。あ、その辺です。あ。これはもうほら草が。本当だ、草から回ってる。草から回ってる。今日グダグダじゃなかったですか。あ、だから大丈夫でした。雨降ったから今日雨天のみ欠航なんで。あ、そうなんですか。晴れたら中止。晴れたら中止、いいですね。こういうなんかね、アクティブ辛いところ行きたがる人たちの雰囲気が出てますよ。出てますね、この泥の感じとか、ね、ちょっと違うとこバーって入ってたりしたり。道を作ろうかなと思って。道先頭切ってあと3回ぐらい山の中入ってくるから発見。私も気になりました。ハードな雨対策ライダー。あれ、こんにちは。こんにちは。めっちゃハードなツーリングライダーなんだけど、うん、ツーリング大好きですか。今日本一周中です。あ、そうなんだ。何ですか。やった、来た。あー、すごい。あのね、近くで行っててこのイベントがあるって言って気づき合わせてきます。僕もね、僕も日本一周をやって九州まで来たことがあるんだけど、衣装ケースの後ろに東京って書いてある。俺の場合は握手。俺もね、やった。大体ね、俺日本回ってますよっていうのをね意識したいんだよ ね。ちなみにね、このバイク何ですか。VTR250 だよね。あの CBR ちょっとどうやって CBR のカールつけたの。いや、もうステー組んで、うん、ここは組んでね。そしてレバー仕様、自分で作ってレバー仕様作ってるけど、まあ分かるね、ここね、2号機だよね。2号機なんでヘッドライト緑。え、ヘッドライト緑出たな。お、見せてくれる。出た。おー、すごい。本当だ、本当だ。本格的エヴァだ。すごい、すごい。ようやく今エヴァって分かったこんなことを好きなんだけど日本一周もしたりしてる、はい、何日まで、あとどんくらい。今44日目、なんであとは20日、3週間ないぐらい。あと3週間ない、うん、いや頑張って気をつけてください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しいバイクがいっぱいでしたね。もうね、ジャンル問わずアメリカン、カスタム、そしてツーリング、オフロード、うん、何でも来てましたね。雨よけの方法とかもね、独特でしたよね、皆さんね。今日はね、ちょっと雨予報が最初からあったんで、うん、雨対策ものがね、うん、多かったんで、これはこれで面白かったです。面白かったです、初めて言いました、はい、本当ですね、はい、そして、ライカンウィンズショーで選んだのは、はい、この後ステージで発表したいと思います。駐輪場で選びましょう。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。ガンダムスパイダー正規ディーラーサッシ、日本最大級のトライクショールーム、
希少なバイクを400台以上展示、毎日がモーターショー。名神京都南インター降りてすぐサッシュ。別府温泉の男たち、フォロワーの多い芸能人の皆様、ハッシュタグウィラブ別府を拡散してください。よろしくお願いします。別府温泉営業中。例えば記録映像、同感のことならバンズデコ、そしてお店や企業の PR も、動画のことならバンズデコ、もちろん商品プロモーションも、動画のことならバンズデコ、バンズデコ。復興応援ライダーミーティング in 別府。会場にはステージの他に出店ブースもたくさんあり、バイク用品をはじめオーダーペイントや革製品のお店、飽きることなく楽しむことができました。ステージでは豪華商品がもらえるじゃんけん大会が行われたり、別府市の宣伝部長ペッピョンが登場したりと楽しく盛り上がりました。最後は駐輪場で選びましょうの結果発表です。今回は番組の他にライドショー、ヤングマシン賞もご用意。受賞者にはサンフラワー往復乗船券が贈られます。まずはバイク雑誌ライドショー、ライドらしいハードなバイクをチョイス。オーナーさんは浜松からお越しで、年に一度は九州にツーリングに来るのだそう。続いてはヤングマシン賞。なんと先ほどの日本一周中の彼と SNS を通して今日ここで出会ったライダーが共に選ばれた。最後に丸山が独断で選んだライクアウィンド賞は、こちら FZ1200。熊本からお越しの横田さんの FJ1200。 テーマが雨のツーリングということで、防水をしっかりしているバイクをチョイスかと思いきや、僕も実は FJR の方ね、もう歴代3代目4代目乗ってるんですよね、いいですよね。あ、いいですよ。はい、指定です。なんと普通に自分の好みのバイクをチョイス。なんとも言えませんが、賞を獲得した方々おめでとう。ライクアウィンドではこのイベントがどんどん進む復興の追い風になればと考えています。みんなで九州へ行こう。復興応援ライダーミーティング in 別府で配布した復興応援ライダータオルを10名様にプレゼントします。詳しくは番組ホームページで。今年最後の熱戦再びライクアウィンドグランプリ開催、11月20日、楽しんだやつが最強になる。詳しくは番組ホームページで。